創世のアクエリオン、今までのシリーズと大きくキャラデザが変わり大根枠に対するネットの反応を紹介します。日朝かな？なんだこのパンストみたいな絵は。悪い意味で意外なキャラデザだ。今までのシリーズと違ったデオフォルメされすぎて別物感がすごい。この絵で気持ちいいとかやるの？小学生っぽいし、さすがに合体で気持ちよくなる設定ないよな。気持ちよすぎて合体依存症になる話をやるか。初代バトスピみたいだな。バトスピとかパワパフ思い出した。あの絵柄結構好き。このキャラデザで陰鬱なストーリーとか気持ちいいとかやるのかな。もしそうなら可愛いキャラデザのギャップ前提のデザインみたいに思えるから、ストレートにかっこいい話にしてほしい。また江ノ島舞台のアニメかよ。アニメ関係者は江ノ島に脳を焼かれてんのか。取材のしやすさとか資料の多さもあるんだろうか。なんか初代思い出すワードが多いんだけど、多分連想するだけで話としては別なんだろうな。アクエリオンとのギャップがすごいな。楽に面白そう。後ろにいるけどさ、この絵であのロボは違和感すごいな。アクエリオンの質感合わせるとかないんか、そのまんまだよね。キャラと背景とメカが全て不協和音を奏でている。キャラデザとメカデザが統一されてないのは明らかに意図的だろうな。偶然集められた奴らがまた前世がどうたらってなるんかな。アクエリオンらしいストーリーはまあこれだろう。むしろ最初の合体で女バレするやつじゃね。不動源だか全だかの枠もいるのか。なんとなくだけど杉田がやりそう。不動源も旧不動源も中の人がいないのね。タイトルがエボルからロボスときて、わざわざ初代に音合わせたのに深い理由があったらよいな。ロボデザインが初代のリデコなのにキャラデザがここまで変わるとは。アクエリオンが創世版のリデコなのか。むしろこっちが作風合わせるべきでしょ。なんでこんなホビーアニメみたいなキャラデザなんや。まあ初見でちょっと興味を惹かれるデザインだとは感じた。現代の埋もれやすいアニメ業界の中ではありかもしれん。まあ初代も何これっていう回あったからな。この空間から脱出しても作が微妙なの好き。この作品のことだから途中何かあってキャラデザがまともに変化しても驚かん。なんとトレンド1位の話題性でございます。しれっと放送で普通のキャラデザにしてまたトレンド1位ですね。わかります。アクエリオンって正直そんな話題になるほどの知名度あったんだとなってる。今のアラサー以上にはなんだかんだあの曲頭にこびりついてるとこあると思う。これ思い出した。この辺の影響かなとは思った。こういうシーンはなくなりそうだね。合体するときだけ闘神が上がるパンスト系かもしれない。みんな考えることは同じだな。俺はただエボルのキャラデザで癖の強い語録が飛び出すアクエリオンが見たかっただけなのじゃ。どうしてこんなことに。エボルは中盤ぐらいまではすごく好きで夢中で見てたな。遡って初代を見て何これとなった。エボルは1クール目が締めも含めて最高ではあったけど、2クール目で全てを吹き飛ばしたからな。文字通りエボルはただ死んだだけじゃなく無印を巻き込んで死んだのが質悪い。エボルはキャラデザが強すぎる。まあキャラデザ的には倉花石田デザインのエボルが一番花はあった。エボルのキャラデザの華やかさだけは本当にすごい。初代は当時でもちょっと古い雰囲気だったから余計にそう思った。エボル主人公の空は優柔不断主人公みたいな弱きそうな顔と声しておいて、ミコノさんイズ他の女の子ごめんな、直球男だったのは好き。まあその性格で三角関係のストーリーは無理あったけど、エボルは女キャラ全員エロかったからいいだろ。失笑されるゼシカの父だし、衣装ゼシカという希代の敗北者を生み出した功績だけは褒める。バカ丸出しの格好してバカ丸出しの敗北させられる、あまりにもかわいそうなポジション。エボルの女キャラといえばミックス、消えるメガネとおっぱい。最終回と後日談の EP では元には戻ったから、ロゴスショックの後だとむしろこのキャラデザは楽しみまである。ロゴスキャラデザっていうより主に主人公だよな。見た目でいきなりきついの。でもあの性格ならあの容姿でも違和感ないと思ったけどな。エボルはキャラデザ良かったし、ロゴスはカランちゃんの旬間風速はあった。これはやっぱセクシー路線は必要じゃないかな。ロゴスはキャラとストーリーは面白いんだけど、むしろロボバトルがそんなになんだよな、予算減ったなって感じがすごかった。文字や言葉をバトルにも深く関係させてたからね。話の流れとしては悪くないんだけど、ロボバトルとしてはなんか物足りなさがあるのはわかる。ロゴスは内容自体はすっごく好き、人におすすめできるポイントが全くないのが欠点。話としては丁寧ですごく綺麗に終わるのはいいんだけどね、最後まで頑張ってみてとしか言えない。これアクエリオンでやる必要あったと言われるとそうだねとなるのがロゴス。これアクエリオン濃度高すぎて破綻してないと言われるとそうだねとなるのがエボル。初代が奇跡のバランスだったのでは。アクエリオンってそんなするほどの作品か。なんかパチンコでヒットしちゃったから。つーかアクエリオンって何回もやってたのか。これが4回目。ぶっちゃけ活発緑ロングとかダウナー系紫とか女の子の方向性は可愛い。
えらくライトな絵面になったな。毎回予想外の方向に行くな。花森ゆみり、脇安住、小市誠、豊崎明、小原好みが少年少女たちを演じる。最初から全員女キャラでよくね。アクエリオンそのものとは関係ないけど、推定男3人とも女性声優でそういう時代なんだなぁ、ってなった。むしろ時代のトレンドとは違うあたりがアクエリオンって感じてしまった。女性声優ががっつりショタやるの結構貴重な気がする。最近は割と中性的な男性声優起用するのがトレンドっぽいし。ショタだしとりあえず小市誠入れとけばいいかみたいなやつ。今は男は男で固めるから、これ実年齢は二次成長前の子供だから声みんな女だったりして。正直すげえ興味は湧いたけど、前作全部見といた方が良いの？エボルは初代と繋がりあるのは知ってるけど、舞台も違うし過去作は多分見なくても全然大丈夫っていうか、繋がってても別に過去作見てなくても大丈夫だよ。フィーリングが合うか合わないかが9割みたいなアニメだよ。そういえばキャラでザ・ブリーチアニメの人なんよね。まさかこんなキャラでザが出てくるとは。さすがに初代はもう古いしかといって、前のは全然垢抜けてないまま使っちゃったから。まさにこれ書いてる人の次の仕事絵がまさかのスレガとは。キャラでザ工藤正史でブリーチみたいな感じかなって思ってたのに、これなの？ブリーチっぽいキャラがみんなして合体気持ちいいとか言ったらちょっとまずいでしょ。あっこれ逆作が崩壊で主人公がブリーチ風巨乳美少女ってのが発覚するタイプ？本当に子供だったら合体とか大丈夫なやつ？ただちょっと気持ちよくなるだけで、ロボットが合体するだけだし。合体で頭身上がったらただのパンストじゃないか。まさかパンストにとうっかりかぶっちゃうなんて、そんな感の悪いこと。ここまでキャラデザ変えるなら前作要素とかは全くない方がいいな。いやむしろ既存のシリーズとがっつり絡んで絵柄の違いで混沌としてほしい。主題歌は用意してるだろうけど、それとは別に1万年と2000年前もやってほしいな。オープニングに神曲用意してなんかトンチキなことやってれば、アクエリオンのノルマ果たしたみたいなとこあるし、曲の要求ハードルクソ高いのは知らない。曲は毎回なんだかんだなんとかなるから大丈夫だろきっと。秋のメインときたら誰がいいだろう、アンデラあたり言っとく。過去作とのキャラデザで言うとガンダムエイジもだいぶ落差あったけど、これはすごいな。あれはむしろ元のデザイン案からかなりキャラデザ変えてすり合わせしてたくらいだし。先行上映は1話だけか、1話にもう何か仕掛けがあるんだろうな。創世のアクエリオンに対するネットの反応いかがでしたでしょうか。男キャラも女性声優、パワパフみたいな絵柄でびっくり、合体時に養身変わったりするんだろうか。それでは次の動画でお会いしましょう。